ました。おい。そうですね。おう。さあ、今日も一挙頑張りますか。成功させてみせましょう。よっしゃ、任せとけ。光栄です社長。さらなる高みを目指します。光栄です社長。さらなる高みを目指します。光栄です社長。いいカリキュラムでしたね。学びの多い研究でした。いいカリキュラムですね。ますます頑張るぜ社長。嬉しいね。ますます頑張るぜ社長。嬉しいね。ますます頑張るぜ社長。勉強になった。実力は。社長、見る目があるね。まだ勉強することがあるとはね。有意義な会にしてやるさ。嬉しいね。ますます頑張るぜ社長。嬉しいね。ますます頑張るぜ社長。嬉しいね。実力は実力アップ。
株主総会。行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑を今日は徹底的に追及しますか。こんな社長信頼できません。なんで私にロンバッツ、なんで私にロンバッツ。私がご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。儲けすぎてて意義あり。僕の出した株による意義あり。僕の出した株による。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。この程度で満足ですか。リッチャーズ僕の出した株主による。信頼してやろう。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。株主を甘く見てるだろ。なあ出てくれ。このレベルが低すぎるぞ。なあ出てくれ。おお、いいことはねえよ。ご質問のある株主の方は、はい、挙手をお願いいたします。校長が笑わせるな。正直に説明します。冷静に、それは違います。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよっしょー。最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。よっしゃー、株主総会成功だ。これでついに株価ランキング10位以内になったな。はい、あと少しでトップですよ。やりましたね。私が負けるなんて。そんな。これで3連星とかいうのは全部倒したな。さーて白状してもらおうか。てめえらを仕向けてるのはどこのどいつだ。それは私だよ。あなたは。え、誰だ。どうも、宝生コンツェルンの会長、宝生です。宝生コンツェルン。横浜で最大の企業、株価ランキング1位の企業です。そしてかつて私たちを騙して一番成果を転落させた張本人です。なんだって。騙したなんて人聞きが悪いな。ここはビジネスの現場、騙される方が悪いんだよ。どうしてエリちゃんを狙った。決まってるだろう、ちょろそうだったからだよ。父親を亡くして急に後を継ぐことになった一人娘、きっと大きな不安を抱えて誰かに支えてほしいはず。こんな格好の騙し対象が他にいるかい。案の定手を差し伸べるふりをしたら、ほいほい騙されやがった。大事な親父の作った事業、根こそぎ奪い取ってやったよ。てめえ。もともとこいつの父親が私は気に食わなくてね。人情経営とか言って周りからの人望を集めて楽しげに事業を拡大していたから、ずっと目障りだったんだ。いつか潰してやろうと思っていたが、勝手に死んで、バカな娘のおかげで簡単に潰せたからよかった。ひどい。まあ私が騙さなくてもお前は遅かれ早かれ誰かに騙されて転落していたと思うけどね。騙された先が私でよかったじゃないか。
なんせ私は横浜ナンバーワン企業の社長だからね。騙されがいがあるってもんだろ。この野郎。おっと、いいのかい。飛ぶ鳥を落とす勢いの一番ホールディングスの社長さんが暴力沙汰なんか起こして、それも私を殴ったとなれば、横浜の経済界を敵に回すことになる。おすすめはできないな。なこと知ったことが。やめてください、春日さん。エリちゃん、ここで殴ったらこいつの思うツボです。こいつは私たちに自滅してほしいから挑発してるんですよ。ほう、少しは成長したみたいじゃないか、お嬢ちゃん。私たちは正々堂々戦って、あなたたちの会社に勝ってみせます。絶対にランキング1位になって、横浜の経済界を味方につけて、あなたを追い詰めてやる。小娘が、できるならやってみろよ。ここからは我々も手加減なしでやらせてもらう。覚悟しておけ。あまり会社経営をなめるなよ。春日さん、私絶対あいつに勝ちたいです。ああ、俺もだ。わかった。春日さん。おう。どうしようかな。なめんなよ。
出せよ。可以尽情开打。我来攻击。不打。哪里？我的。我死他呢。
て。ありがとうなのじゃ。なあ。頑張ります。なめんなよ。嫌がれ。やるのか。嫌がれ。私の番ね。当たってこいよ。怪我しますよ。してみる。じゃあ、俺の番だな。
お。私は大丈夫。新型掃除か。その通り、出来たてほやほやの新型掃除なのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前はお掃除丸じゃ。お掃除丸。そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけでかけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事か。では今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今は時間はあるかね。では早速テスト運転を始めるぞ。お掃除丸テストモードカモーン。お待たせしました。起きた博士、テストモード開始します。しゃべったこんなの序の口じゃぞ。ちょっと見とれよ。お掃除丸、私の今日の運勢を占っておくれ。ついていない一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。ありゃまあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。はい、どうぞ。温まりますよ。すげえ。お掃除丸、何でもできるじゃねえか。そうじゃろ。いろんな機能を森に盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。すごいじゃろ、すごいじゃろ。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみるぞい。お掃除丸、クリーンアップカモーン。クリーンアップ開始します。センサー起動完了。お掃除丸吸います。おお、こんなでかいもんが吸えんのか。すげえぞお掃除丸。ありがとうございます。頑張ります。お掃除丸の手にかかれば祭りやハロウィン、
サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たらポイ捨てもしにくくなるかもな。そうじゃろう。では最後に絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の外で走らせんのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので問題ないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい。お掃除丸ハイパワーモードカモーン。お掃除丸ハイパワーモード開始します。ん、音はするが動かねえじゃねえか。おかしいな。不調の時はちょっとこの辺を。セリ、おそ掃除丸ルルハイパワーモードモードドド開始。なんだ、どうしちまったんだよ。変な音楽も流れてんぞ。大変だ、お掃除丸が暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れるヒーリングミュージックじゃ。まあ確かに安らぐ感じの曲だな。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布、ああ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ、乱暴犯罪なのじゃ。センサーキドドドドドウウ対象物発見。今ついに雪が降る。おい、掃除丸、わしんじゃ、すーな。もじゃっこ、緊急停止ボタンを。今、ついに雪が、ま、この泥棒猫、その魚返しな。にゃんぞ、バーター、それに近づくな。今、ついに雪が、今、ついに雪が、すなんすぐ地獄へ行くぞ。今、ついに行きます。今、ついに行きます。もじゃこー。くそ、こうなったら無理やり止めるしかねえ。今、ママは余裕に、ママもじゃこー、早くわしら落としてくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。そりゃどこにあんだい。お掃除丸の底にある蓋を開けて暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すとつっかい棒が出てくるので、そこを。アホか、緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんだよ。もう力ずくで壊しちまうがいいな。わしの可愛いお掃除丸が。しかしこうなったら仕方ないのじゃ。だがもじゃこ、むやみにボディを殴るでないぞ。アタッチメント部分を攻めるのじゃ。あ、アタッチメント、なんだそりゃ。お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カーボン製じゃ。まともにやっても歯が立った。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめて葬ってやってほしいのじゃ。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。わかったぜ。頑張ります。なめんなよ。絶対取りゃ。よし、私に勝てますかね。やってみよう。ほら来いよ。よし、ありがとう、ありがとう。よし、いざ。怪我しますよ。舐めないでくれる。移動完了。ザコが。私に勝てますかね。温まりますよ。人
みろ。クリーチャー。俺の番か。ダッキー。よし。今雷。昨日の雨は40度を超えるでしょう。ザコが。どうしようかな。なめんなよ。見てなさい。回復。助かる。ぶっ飛ばしてやる。怪我しますよ。今雷。ほら来いよ。俺の番だな。本気ですか？40度を超えるでしょう。ドキドキ。さあどうするかね。頑張ります。蓋が開いたぞ。いいぞモジャコ、チャンスなのじゃ。そこから心臓部のバッテリーを叩けるぜ。なあ、分かった。
とどめだ。おら、ありゃ。裏コード実行。なんだ、お掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーモードじゃ。もじゃこ、気をつけろ。はいはい。ハイパワーモードのさらに上を行く隠しモードじゃ。念のため裏コード搭載してたんじゃが、殴られすぎて勝手に実行されてしまったようじゃ。なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。裏目に出てしまったのじゃ。なめんなよ。クリーンジャンプついに行きます。頑張ります。してみろ。奥の手行きますよ。ああ、この俺の番か。なめると痛い目にいますよ。よし、絶対負けない。とっておきだ。クリーンジャンプ。ふざけてる。どうしようかな。災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目にあったのじゃ。ふう、そいつはくれてやるよ。お互い大変だったね。実用化への道はまだまだじゃな。しかしお掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた修正するのじゃ。自分が座れたってのに、ずいぶん立ち直りが早いな。手塩にかけた大切な子じゃからの。目に入れても吸われてもへっちゃらなのじゃ。むしろゴミの立場になって物事を考えられるいい経験になったのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども、利益を出すにはまだまだかかりそうなのじゃ。だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、モジャコにはお掃除丸をいつでも破格の値段でレンタルしてやるのじゃ。レンタル？宴会芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。では私は早速研究室に戻るのじゃ。モジャコ、感謝感謝なのじゃ。俺の方こそある意味貴重な体験ができたぜ。これからもお掃除丸を応援よろしく頼むのじゃ。アディオス。よいしょよいしょ。作ったロボットに座れる時代は変わったもんだな。なんか忘れてるような。あ、俺の財布座れたまんまじゃねえか。待ってくれ。